上岸儀式は、平安時代前期の上岸年間に編纂されたと、される儀式。ただし、現存書の署名はすべて儀式となっており、これを正しい署名とする見解もある。前十巻。政治要略においては、儀式上岸という引用句があり、続いて、本庁放科文書目録には、上岸儀式十巻と記されている。中世、近世を通じて、 儀式と称される実感本があり、江戸時代中期に、加田のアズマがその内容から三大儀式の一つである、上岸儀式であると否定して以後これが通説化されており、ところ伊佐オラがこれを支持している。その一方で、平安時代中期の著作である、政治要略が署名を、上岸儀式とせずに、儀式上岸としているのは、当初からこの署名は、